重ねたい。重ね、嵐たちも無事だったみたいだ。あの時は協力してくれてありがとう。それはこっちのセリフだよ。重ねがいなく。ねえ重ね。花火、さっきも言っただろ。分かってる。でも花火が疑いを抱くのは当然よ。さすが、思い込みで進むのではなくて、お互いの話を、こういう判断に至るのが遅くて迷惑。重ね、なんか変わったな。ええ、途方もない話だと思う。あなたの命を狙ったのは頼まれたからなの。50年後の俺自身。50年後？当然の反応だね。私も実際に経験しなければ。とても、覚えてる、国土高速で瀬戸さんが亡くなって、あの時私が時間跳躍能力レッドストリングスを発言して、私と嵐たちは50年後へ飛んだのよ。え、カサネたち未来へ行った。レッドストリングスって確か夢じゃなかったのよ。私はレッドストリングス、そしてユイと、おそらくあなたも。私、え、確かに俺はカサネと同じ念力能力者。それにレッドストリングスとやらについて、一体どこでそのような知識を得たんでしょうか。ええ、その通りよ。私たちは俺を殺す依頼も、そうね、未来で聞いた情報。誰から話を。レッドストリングスを使うと出現する時間移動のための装置のようなもの、それがクナド。本来は一瞬現れてすぐ消えるものなのだそうだ。開きっぱなしのゲートはやがて世界を飲み込む。50年後の世界では、上空のクナドゲートが世界の終わり。あの未来ではもう何をしても手を。クナドゲートは、重ねがレッドストリングスを発動した時に。だけど発動時にユイとの超能力が共鳴して、そしてゲートは今も少しずつ拡大を続け。重ねちゃんも俺たちも未来で聞いた話、後からセイランで得た情報だとか。つっても話を聞。私とあなたの超能力は本当は重力操作で、そして重力操作が時空を飛び越えるほどの力に発現したものがレッドストリング。私にも自覚はなく、ユイトが死ねばクナドゲートは消滅する。そんな。だけど未来ではもはや手遅れの。クナドゲートが取り返しのつかないほど大きくなる前に。やっぱりそうか、トゲツのビジョンに話を聞いた時から知っていたんだ。ああ、信じたくはなかったけど、俺自分の始末も。ユイト、あなたは、いえ、あの時間のあなたは立派だったし。重ねに褒められ、そう言ってくれると。そういえばあなたの。え、あ、さて、それだったらまずはこちらから聞いておきたい。ええと、今日か、あなたは。ええ、トゲツで作られたクローンよ。私、あの町にいるのは私のように同じ遺伝子。なるほど。だ、教団の施設でポープ博士。嫌なことを聞くが、教科がトゲツ。ああ、その通り、強化はスパイだった。我々の仲間として生きると決めてくれた。強化のこと。うん。な、だって強化っていうのはちょっと恥ずかしい。正直なところ、強化のことはよく。でも俺、これからのためにも重ねと話。
カサネを信じるなら。シデン、青筋を立てないでやってください。ああ、バカだったねえ、カサネ。は？俺たち、トゲツネ見たんだ。カサネと…ええ、多分そうだと思う。不思議な言い回しだね、カサネ。この話は初耳。トゲツで少しだけ思い出したことがあるの。子供の頃、その時の記憶では私もデザイン思い出したばかりで実感もなくて、だからこんな…そうなんだ、ごめんね。優しいのね、花火で。カサネは花火…そう、普通だと思うけれど。ああ、そうだな。人類が月から来たって話の…頭でも打ったのか、ユイト。もしかしてカサネたち、このこと。待て、つぐみ、今の話は。どうやらまずは全てはトゲツのデータを参照して得た知識なんだ。だから正直なところですが、強化がトゲツのスパイ。ええ、それが正しい歴史だと教えられたわ。いや、それ全部マジモンの。どういうこと？つぐみちゃん、そんな顔しないでくれよ。かげろう、お前には聞きたいことが。この話はトゲツ…ああ、それね、トゲツ教、それ自体嘘だから。そもそもトゲツには基本的に…確かに宗教施設には見えませんでしたね。基本的にはって言っただろう。俺は月からの移民。ふざけるな。仮に月からの移民が事実でも。コールドスリープ。そう、その通り。移民団のうちの何十人かは、で、順番に起きては地球の状況を確認して月への連絡を試みてい。待ってくれ。じゃあカゲロウは。まあ急にこんなこと言われても。おど、地球で暮らす決意をしたニューヒムカと違って、月に戻りたかった人間がトゲツを作ったんだよ。トゲツはニューヒ、自分たちだけがカイのいるこんなクソったれな大地じゃなくて月に帰りたいっていうエゴ集団なんだわ。ただ断絶の帯がある限り月には帰れない。それだ。だから考えたのさ、故郷である移民そのものをなかったことにす。レッドストリングス。そうか、時間を巻き戻して。でもそれではやがて人類はまた地球への移民を開始してしまうのでは。正確には月と地球を含めた限られた空間の時間だけを。そんなことできるの？レッドストリングスには、そして時間を巻き戻さない空間に私たちが生きているこの歴史の記録を残すことで地球への移民をやめさせるつもりな。待って、頭が混乱してきた。信じようと信じまいと、トゲツはそれを実行しようとして、その成果が重ねだ。なぜ今の話を全て知…そうなるともはやニューヒムカだのス。トゲツが長年の野望を実現すれば。そんなのは俺もみんなもここにいて。カゲロウはトゲツの計画の中枢にいる人間ですよね。あなたも強化のように。俺はもともとトゲツの計画をぶち壊したい側でね。そのためにトゲツの。虫のいい話だな。信じなくていいさ。ただこの歴史をなかったことにはさせない。あの子の。カゲロウ、本気？つぐみ。カゲロウをよく知るつぐみの言葉なら。それにユイト、
ああ、ならユイトが信じるカゲロウを。傑作だ。カゲロウを信じるなら月からの移民の、その上で渡月の計画を止める、それしかない。でもあまりに話が大きすぎ、やっぱり国を動かす人間。ニューヒムカ政府に訴えるのか。それでも協力を得られるようにするしかない。渡月のやろうとしていることを知れば、私たちもセイラン渡月の脅威を知れば、戦うべき相手がニュー、どうかな。俺の見たところ、ニューヒムカもセイ、その上でそれぞれの生き残りを画策しているように見える。それでも手をこまねいているよりは動いてみるべきだ。このままなかったことにされるのは。まあな。じゃあお互い手分けしてことに当たるか。ええ、そうしましょう。ユイト、カサネはセイランを説得するんだな。ええ。それにしても渡月でこれだけの情報が手に入ると。渡月に行って帰ってきただけなのに、ものすご。みんなお疲れさん。いろんなことが全部飲み込むのは難しい。僕たちが普段見ているのはごく狭い世界で、外側に重ねとも和解ができてよかった。なあみんな、ユイトの超能力。ああ、あの後はるかからセイラン側のゲート調査資料も回し、実際ちょっとずつ、そのユイトが超能力を使わなければいいの。いえ、僕もクナドゲート、今のところユイトの特定の子。え、じゃあ。そうではなく、ユイ、おそらくユイトが生き、そうか。嫌な言い方をしてすみません。いや、教えても。それにルカの言う通りだとしたら、クナドゲートの詳細は解明されていません。ユイト、みんなにお願い。渡月で話を聞いた時はどうしよう、死ぬしかないのか。だけどお、それに本当に他の渡月に行くまで月のことなんて知らなかったみたいに、重ねもきっと同じことをか、だから一緒。まったく。幻魔の俺の情報も甘く見るなよ。ユイト、これはあなただけのも。絶対方法あるよ、みんなで。みんなだから本当に。人間は月から来。とか地球が滅亡するとか、一度にいろいろ聞きすぎて頭がぐるぐるしちゃう。でもゆっくりでも全部理解しなきゃだね。ここから前に進むために。
よう来たかユイト。ってことは遊び人の先輩である俺の教えをこい。いや待ってるって言うから。そんなこと言ってん、本当は俺様に会いたかったんだろ。なんだよ、初っ端からし。いや言われるまま来たけどさ、いろいろやらなきゃいけない。いいかよく聞け、これはただの遊びじゃない。お前をはめ破滅？いつも肩肘張って生きてるといつか限界が来るぜ。真面目な。だからお前もぐでやらかし。よし、そうと決まりゃ俺さ。え、おい。よし、次はカラオケ行くぞ。カラオケ。疲れた。端から端までとはい、しょうがねえな。やっと一息つけた。そりゃ人生楽しまなくちゃ。そういう楽天的なとこは。楽天的ってのはちょい違うかな。だからこそ遊び歩いて現実と。そういう風に言われると。そりゃ悪かったな。でもまあね。つまり現実逃避が必要な時もあるってことさ。特に。じゃあカゲロウは何を抱えてるんだ。俺には何もねえよ。そうは思えないけどな。好きからそれだけ生きてたら過去の思い出もいろいろあるだ。はいはい、俺の話はいいの。今日の目的は。分かったよ。はぐらかされたってことはどんな人生を送ってきたのか。なんだ？あの白い花、雪白。もしかして何かわか。まだはっきりじ。ああ、あそこはさ。あの山の上、雪白。そうか。そういえば。うん。また。行ってくるって。家のさ。え？まさか。探す。だけじゃん。いや、そんなの危険すぎるって。大丈夫。それはそうだけど。うん。結構。え？何言っても無駄だぞ。ああ。ゆいとこそ気をつけて。右前方の一歩
先、雪の下に石が隠れてる。マジだ、危なかった。あいつの次に火の粉で体力削られるからな、気をつけてくれよ。やっぱりつぐみの分、ここからすぐ近く。なんだ、花の近くを怪異が。よし、いざ。ダメ、虫みたいにシッシって追い払うのは。了解。でも奴は本体を倒せばダミーも消えるはずだ。ユイト、どれが本体か見極めてくれ。おっと、水で攻撃か。濡れると機動力が落ちるから注意してくれ。倒れたぞ、一気に攻めるんだ。俺がやる。やったか。腰の力を借りるといいかも。ドライブ使うね。ダメ、ダメ。これでよし。やっ、
コツを教えましょうか。立て直そう。よし、片付いた。花は無事か？踏み荒らされてほとんど潰れちゃった。半分ぐらいはまだ無事。投資して地面の下も見てみたの。そんな。何本かは弱ってるだけだから。そっか。でも私こんな状態で地上に持っていったら、ちゃんと栄養をあげれば大丈夫。新しい環境で花に。つぐみ優しい。花にとってもここ。でもゆいと俺は咲いてる姿をまた見られただけで嬉しい。つぐみ自身は分かった。つぐみはどうしてそんなに。え、それはその。知的好奇心って。新しい植物育てる。なるほどな。ま、遠くに。うん、あの、ん、他にも何か。やっぱりそっか。なんだろう。あー、まとそのうち。ありがとね。感謝する。you
いただきます。Thank you.